こんにちは、カキです。ソニー α7-3 のレビューです。 α7-3 はフルサイズミラーレスカメラのベーシックモデルとして2018年に発売されました。マウントは E マウントです。まずはボディから見ていきます。ボディの素材はマグネシウム合金です。マグネシウム合金はアルミと同等の放熱性があって耐食性と剛性に優れています。カメラボディとして定番な素材のチョイスですね。燃やしたらよく燃えそうですね。 α7-3 はトップカバー、フロントカバー、そして内部フレームにマグネシウム合金を使用しています。グリップ部分までマグネシウム合金を使用して、かつフロントカバーと一体にすることで剛性を高めています。背面カバーもマグネシウム合金であればよかったんだけれども、発売価格に抑えるためのコストダウンの結果だと思います。ボディ重量は本体のみで 565g で比較的軽量に仕上げられています。マウント固定のネジ本数は6本で、重くて大きいレンズへの耐性があります。 α7-3 はよく使ったことのあるカメラなんだけれども、望遠レンズを使っても安心感がありました。ボディはチッピングのような塗装になっていて、ボディの光の反射を抑えて簡単には剥がれない耐久性があります。シャッターボタンの高さは控えめなんだけれども、存在感はしっかりとしています。シャッターの半押しの位置も分かりやすくて、押し込みもスムーズです。ボタンを押す触は少ないと思います。動画撮影ボタンはよく分からない位置についていて押しにくいです。押しにくければ間違って撮影開始してしまうことがないっていうメリットはあるけれども、これは押しにくいです。シャッターボタンで撮影開始できる設定にするのが無難だと思います。各種ダイヤルのクリック感も良くて耐久性もありそうです。ローレットの切り込みもしっかりとしていて操作感はいいと思います。マルチセレクターは操作感は悪くないけれども、もう少しサイズが大きくても良かったのかもしれません。その他の操作のボタンは高さが控えめで、クリック感も小さいです。グローブなどをしていると操作感がなくなるし、実際分かりづらいです。もう少しボタンの主張があっても良かったのかもしれません。ビューファインダーは約236万画素の有機 EL ファインダーが採用されています。有機 EL なので、色の回中やダイナミックレンジが広いし、ファインダーの立ち上がりは早くて、ファインダーを覗く時の目の映り込みも少ないので、使っていてほとんどストレスは感じません。モニターは3:1のチルト式液晶モニターです。チルト式はバリアングル式と比べて可動域が圧倒的に少ないけれども、構造が単純で壊れにくいっていうメリットがあります。実際に α7-3 のモニターは薄いながらもかなり強い剛性感があります。これはとてもいいと思います。そしてモニターの素材の振り分けもいいです。有機 EL は色の回中やダイナミックレンジに優れている反面、デメリットとして液晶よりも焼き付きが発生しやすいです。表示時間が圧倒的に多い背面モニターは液晶にして、ビューファインダーは有機 EL にするっていうモニターの素材の振り分けの基本が抑えられていると思います。モニターは立ち操作が可能で操作感も悪くないと思います。接続端子はプラグインパワーのマイクインとヘッドホンアウト、マイクロ HDMI、 マイクロ USB タイプ B2.0、 そして USB タイプ C です。タイプ C があるのはいいですね。シンクロの端子はありません。シンクロを使いたかったらアダプターを使うか、リモートで発信するか、フラッシュで飛ばすかになります。バッテリーは NPFZ100 を使用します。高いですよね、このバッテリー。バッテリーの蓋は簡単に着脱できます。これは地味にいいですね。メモリーカードは SD カードのみに対応しています。SD カード2枚が挿入可能で、同時記録や振り分けをすることができます。内部を見ていきます。センサーは CMOS センサーで、有効画素数は約2420万画素です。ブレの補正は光学式5軸ボディ内手ブレ補正です。各種回転方向のブレに対応しているのはいいですね。そしてブレ補正の機能がついていないレンズや動画の撮影でも5段のブレ補正を使うことができるので、基本性能は充実していると思います。写真の性能を見ていきます。写真は最大サイズで 6000×4000 の2400万画素で、14ビットの非圧縮ローで記録することができます。通常のモニターで表示するには十分な画素数ですね。写真の最大サイズで設定が最適であれば秒間10枚の連写ができます。悪くないですね。カメラのグレードを考えるとかなり高いデータの処理速度があると思います。連写だけではなくて通常の撮影でも処理速度の速さを感じるので、使っていてストレスはほとんど感じません。 α7-3 はサイレントシャッター機能があるのもいいポイントです。サイレントシャッターモードでも前述した非圧縮ローや連写ができるので撮影の幅は広いと思います。サイレントシャッターがついているカメラはたくさんありそうで、実はあまりないので、この機能がついているのは評価が高いです。描写についてはベースがしっかりとしていて安定感があります。どんな撮影でもどんな条件でもある程度良い水準で記録できる安定感があると思います。オートフォーカスやオートホワイトバランスといった機能もとても高いレベルで機能していると思います。 α7-3 で様々な撮影をしましたが、このグレードっていう考えを含めても不満やストレスを感じることはほとんどありませんでした。動画の性能もいい水準です。 4K は 30fps、 HD は 120fps まで対応しています。カラープロファイルやログも幅広く用意されているので撮影の幅は広いと思います。動画の撮影でデメリットを挙げるとすれば、ビット
ット振動が8ビットということです。編集や圧縮で情報が削れるということを考えると、高画質な映像を目的に撮影するならば10ビット以上は欲しいところです。ただ過度な編集やシネマカメラのようなクオリティを求めなければ十分に綺麗と言える画質だと思います。動画撮影の時のフォーカスの速さも調整できるし、動作も自然でとてもいいと思います。リモートシャッターやイマジンエッジを使った操作やデータの転送が可能なので拡張性もあります。 α7-3 の良い点です。まずはバッテリーの持ちが非常に良いことです。ソニーの測定では約700枚の写真の撮影が可能と発表されています。これはミラーレスフルサイズカメラの中ではかなり多い撮影量と言えます。700枚というのはあくまでメーカーの測定値ですが、使っていて驚くほどバッテリーの持ちが良いことを実感します。他のカメラ、例えば α7-3 よりも良いグレードでも300枚ほど撮影するとバッテリーがなくなることが多いです。 α7-3 に搭載されている処理エンジンが優秀で、かつ撮影できるデータ量とのバランスがいいからだと思います。バッテリーの持ちがいいことはデジタルカメラにとって非常にいいことだし、この α7-3 は特にバッテリーの持ちがいいので、これは大きなメリットになると思います。もう一つのいい点は動作が非常に安定していることです。例えば動画の撮影でよくあるカメラの発熱による撮影機能の停止が少ないです。 α7-3 よりも高画質で撮影できる機種であっても発熱が大きくて撮影がストップしてしまうっていうことはよくあることです。この動作の安定性も撮影できるデータ量とそれを処理するエンジンのバランスがいいからだと思います。バッテリーの持ちがいいことと合わせて長時間安定して使えるというのはとても大きなメリットになると思います。 α7-3 の悪い点です。まずはマイクロ HDMI です。マイクロ HDMI って何？マイクロ HDMI の方がコストが低いからか、それとも通常サイズの HDMI が設計上搭載できなかったのかはわからないけれども、マイクロ HDMI は一般的とは言えないと思います。 HDMI で映像を出力するならマイクロ HDMI を使うか、アダプターを使うしかありません。 α7-3 のために機材を増やさないといけないことになるので、これはデメリットになると思います。そしてこのマイクロ HDMI の端子のカバーもそうなんですが、すべての端子のカバーがこれです。僕はギリギリガラケーが現役で使われていたり、スマートフォンが出始めた頃の世代ではあるんだけれども、その頃に使われていたような端子のカバーですね。このカチャカチャと音が鳴るのは特に動画の撮影ではイライラするポイントです。例えば音の発生しないラバーの場合、ちぎれない強さや劣化しない耐久性を求めるとコストは高くなるのかもしれないし、この蓋のようなプラスチックの方が安くて耐久性は圧倒的にいいのかもしれませんが、蓋を外すとぐるぐる回るし、つける時もうまくいかなかったりでストレスがあります。あとこれは細かくて個人的に思うことなんだけれども、SD カードの順番がいつも気になります。上が1で下が2っていうのが僕の感覚なんだけれども、α7-3 は逆です。α7-3 を使った時にいつも入れ間違えていたので、逆にするかメーカーの中で統一してほしいところではあります。そしてこれは僕の手での話ですが、α7-3 は長時間持っていると疲れやすいです。ソニーの上位機種ではグリップが大きくて掴みやすいんだけれども、α7-3 はグリップが小さくて、かつ指の引っかかりになるボタンの高さも低いので、手に余計な力が入りやすいです。まあ、あくまで僕の手の話なので、参考までの情報です。まとめです。α7-3 は写真と動画、そしてその他の機能が良い水準で安定して使える非常にバランスの良い機種です。この安定感とそれによる信頼性は α7-3 の良い特徴だと思います。実際に機材のレンタル、一般個人向けではなくて業界向けのレンタルでもこの α7-3 が採用されていたりもしました。撮影できる写真や動画のレベルも基礎は十分に抑えられていると思います。上位機種や新しい機種が出たとしてもいつまでも使える性能はあると思います。趣味で使うなら十分だと思うし、仕事で使う場合サブ機としてもいい選択肢になると思います。僕はね、長い間 α7-3 をサブ機として使っていました。デュアルスロットなどのプロ向けの仕様や安定性、ボディの堅牢性、バッテリーの持ちなど安心して使える要素がとても多いです。 α7-3 は価格、性能、ユーティリティ、多くの面でバランスが取れたフルサイズカメラの基礎だと思います。この動画がいいと思ったらいいねお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。グリップ部分までマグネシウム合金を収めて、ボディの光の反射を抑えて、簡単にはコンプレッサーが動いてるな。まあいいや。シャッターボタンで撮影開始できる。漏れてるのかな？エア漏れ？まあいいや。作動していると。圧倒的に少ないけれども。
に多い背面モニターは液晶。表示時間が。